新しいゲートか。行こう。許すのか、彼らを。決めるのは私じゃない。プリス、我は時の審判、この領域を滑る者。ここは死と闘争の地、異界の覇王よみがえりし王国、あらゆる時代の猛者が集い終わりなき戦いを繰り広げる。日が至ればこの地に何時らを迎えることもある。ここはどこなんだろうね。確か闘争の地って言ってたけど。不明。またあのおっかないのが出る前に退散した方が良さそうだ。時の流れを乗りこなすのは簡単じゃないのか、うん、また乗ればいい。今は休憩。ありがとう。なあセラ。うん？俺はライトニングのこと夢で見たって言ってたよな。ああいう夢って今でも見る？ううん、お姉ちゃんの夢はあれから見てないかな。その日あったことを夢で見ることはあるけどね。そっか。どうして？なんでだろう、うん、じゃあ私も質問。あの子ユールのこと。セラが会ったユールのことはどっちも知らない。どういうこと？あの子も私たちやスノーみたいに時間を旅してるんじゃないの？そうじゃなくて、代々生まれるらしいんだ、時読みの一族の中から。同じ顔で同じ力を持って、そしてユールという名前を継ぐ。それぞれの時代にそれぞれのユールがいるってこと？じゃあオルバ教で会ったユールとエサスさんで会ったユールは別人。二人とも俺の知ってるユールじゃない。別人だなんて信じられなかったけど。クポー。ねえノエル、私たちが時間を超えてパラドクスを解消すれば歴史が変わって、ノエルが暮らしていた時代はどう変わるのかな。ひょっとしたら俺が存在しない歴史になったりしてな。可能性あるの？あくまで可能性。そうなってもいいんだ。出会わなければあんな悲しい。行こう。今は早くライトニングに会いたいだろ。うん、うん、クポ。前に来た時となんか違う気がする。モグ、ここも時の狭間なのか？
時の狭間に間違いないクポ。ここはいっぱいあるバルハラの影の一つクポ。似てるけど別の世界ってこと？だから景色がちょっと違うんだね。納得。少し探検してみよう。